夜明け前、トリクラ林道を行きました。アスファルトがなくなった先がトリクラ登山口でした。自転車をトイレ横に確保して山旅を開始。まずは三福峠を目指します。三福峠は日本で一番標高の高い峠なんだそうです。急坂が続きますが、昨日一時休んだ足がテンポよく登っていきました。午後からは雨の確率が高いんでね、早めに登りたいんです。三福峠からは三福山と本谷山の2つのピークをつなぐ緩やかな上り下りの道を行きます。本谷山からまた下り、上り返した先が潮見小屋でした。到着は11時過ぎ。思ったより早い。明日はね、台風が近づいて登れない可能性が高い。ガスが出てきてるんで山頂からの眺望は期待できませんけども、今日のうちに登っておきたいですね。宿泊手続きを済ませ、ザックをデポして潮見岳山頂に向かいました。潮見岳は掃除峰なんです。西峰と東峰があって、東峰の方が少しだけ高い。西峰の山頂手前まではテクニカルな岩場が続きました。鎖が設置されてないも、手がかりや足場を自分で判断しなければなりません。岩場を乗り越え、しばらく登ると西峰に到着。そのちょっと先に東峰がありました。三角点はね、西峰の方にあって、山頂の標柱も西峰の方が立派です。しかし最高点は東峰。両方で記念写真を撮りました。雲がかかって残念ながら南アルプスのジャイアンツたちは見えません。幸いなことに雨が落ちずに小山で下山。夕食時に台風情報を聞きました。9号が直撃コースを進んで、明日は雨風ともに強くなりそうっていう。まあ下山時も心配ですけども、その後の雨のトリクラ林道を自転車で下るのも嫌です。とにかく明日になってみなければ分かりません。夕食後、小屋から外に出てみると雲が晴れてきていました。潮見岳山頂にかかっているガスももう少しで晴れそうです。日が傾きかけています。そして雲に夕日が沈むままで、一角一角と移りゆく大パノラマを見続けていました。小屋の正面に藍の岳と納取岳、藍の岳の後ろに北岳、その左の雲の上に貝駒ヶ岳が頭を出し、千畳ヶ岳もだんだん雲からその体を出してきました。どうも山にもね、西日が当たってくっきりと見えます。ガスがかかってた潮見岳もその姿をはっきりと表して、次第に夕日色に染まっていくんです。そして雲に隠れていた荒川岳も姿を現しました。東側は雲が美しい。さまざまな形の雲が青い空とグラデーションを奏でています。そして雲間に日が沈み、
黄金色に輝きます。日が沈んだ途端に肌寒くなり、山々が帳を落とします。山ならではの最高のエンターテインメントでした。